関連質疑を許します。舟山康江君。おはようございます。民主党の舟山康江です。私からは、安定的な財源であるがゆえに、無駄遣いも多く指摘されている、エネルギー特別会計を中心として、きょうは質問をしたいと思っております。まず、このエネルギー特別会計には、電源開発促進税を原資とする電源開発促進勘定、それから石油石炭税を原資とするエネルギー需給勘定、2種類ありますけれども、今、パネルを提示いたしましたのは、このうち、電源開発促進勘定のお金の流れを示したものであります。この電源開発促進勘定、電力会社が払うわけでありますけれども、当然ながら、この原資は一般の消費者であります。1家庭当たり平均、大体月108円払っていると。いうことでありまして、この金額等は電源開発促進税法に定められておりますけれども、この電源開発促進税というのは、特定財源と、使途が決められている特定財源でありますけれども、これ一度ご覧のとおり、一般会計に、を経由して、そこで一部留保されております。これ、こういった形である以上、一般会計でもいいんではないかという声があると思いますし、この中で、あえてもう一度特別会計に戻す理由はどういうところにあるんでしょうか。これ、法律で規定されているということは知っておりますけれども、その法律ではなく、なぜ一般会計に入ったものが特別会計にまた出ていくのかというところにつきまして、財務大臣にお聞きしたいと思います。安住淳財務大臣。おはようございます。なぜ直入でなくて、一般会計なのかということでございますが、電源開発促進税は特定の経費に充てる目的で、付加されていますから、いわゆる目的税ですね。で、平成18年までご指摘のように、これは、電源開発促進税はエネルギー対策特別会計電源開発促進勘定の前身であります、電源開発促進対策特別会計に直入をしておりました。で、これは、行革推進法及び特別会計に関する法律に基づいて、平成19年から一般会計の歳入に計上するとともに、毎年度の一般会計からエネルギー対策特別会計の繰り入れについては、必要な歳出規模やエネルギー対策特別会計の剰余金等の金額を踏まえ、これは厳しい財政事情も考慮しつつ、電源開発促進税収の一部につき繰り入れる必要がないと認められるときは繰り入れないことができることとなり、一般的に一般会計で活用する仕組みに改められているところと。つまりですね、一般会計に留保金を置いて、必要なお金は特別会計でまた、使っていただくと。で、その留保金については、一般会計で使うと。つまり、無駄をできるだけなくしましょうということで、直入方式でない形に改めております。舟山康江君。はい。大臣の説明は、その点におきましてはよくわかるんですけれども、おそらく特定財源、特別会計というのは、その特定の目的のために使う、そのために課税をするという意味においては、一般会計に入るのは、ちょっとそこは違うんだと思いますし、一方で、それがすべて特別会計に入るとなると、やはり、その支出に見合った歳入なのか、それが歳入が安定的にあるがゆえに無駄遣いが発生するという意味で、それが直入がいいということにもならないのかなと思いますけれども、やはり、後で触れます石油石炭税についても、これはもう当初から一度一般会計に入って必要額が出ていくという形であって、その目的税、特定財源というものの整理と、それをどう会計処理するのかということは、これ、改めてですね、こういう少し留保するなり、こういった入り口の問題含めて、もう一度整理する必要があるんではないかという問題点をご提起させていただきたいと思っております。それでこの電源開発促進税ですけれども、ここ原発推進等に関する国民負担と書かせていただきましたが、なんとなく原発のために使うお金ではないかというようなイメージを多くの方が持っていると思います。ただこれ、税法の課税目的を見ますと、原子力発電施設に限らず、水力発電、地熱発電等々書いてありますけれども、これ経済産業大臣に確認ですけれども、目的は原子力に限っていない、例えば水力、地熱、その他再生可能エネルギー分野にも使えると、そういった理解でよろしいでしょうか。枝野経産大臣。ご指摘の通りですね、一般的な言い方をすると、長期的で安定的な電力の供給を可能とする長期固定電源の設置の促進や安全確保、電力系統の技術開発などを図ることとされておりますので、具体的に例示をされております地熱、水力、対象になっております。ただ、これまでは、太陽光や風力についてはですね、この長期安定に該当しないということで、電力系統に接続した際の付加平準化のための技術開発などを除いて対象にはなってきておりません。で、そちらはむしろエネルギー特別会計のエネルギー需給勘定において措置をしているところでございますが、まさにこの長期固定電源の範囲は技術革新によって変わり得ますので、今後さらに拡大できないかどうかということは検討の対象になり得るというふうに考えております。舟山康江君。はい、この課税目的であるこの法律にはですね、別にその長期安定云々ということまで多分触れてないと私は理解しておりますけれども、いずれにいたしましても今回、改めてですね、新しい、再生可能エネルギーの推進、それからそういった電力の供給についても非常に大きな期待をされているところでありますし、ぜひそこは広げていただく方向でしっかりと検討いただきたいと思います。それで、では、23年度予算、24年度の今の予算案でも結構ですけれども、電源種別の予算内訳を、教えていただきたいと思います。原子力、火力、水力等、種別の予算内訳、教えてください。枝野経産大臣。平成24年度予算案における経済産業省の電源開発促進勘定の予算内訳によりますと、原子力関係が約1000飛び32億円、水力等の再生可能エネルギー関係が約129億円、火力関係が約14億円、その他特定の電源には分類できない項目で、約302億円となっております。舟山康江君。はい、ありがとうございました。今のは、経済産業省の分ということだと思いますけれども、このほか文部科学省分もありまして、これ文部科学省分はほとんど、見てみますと、これ原子力なんですね。原子力に関する研究開発、人材育成、それから教育の推進等ありまして、おそらく原子力の予算というのがこれの倍以上、2000億円超という形になりまして、もう本当に今の現段階ではほとんどが原子力の予算に使われているという状況であると思っています。これ事故を受けて、24年度予算は事故の後、まさに原子力だけには頼れないということになっていると思いますけれども、事故を受けまして、原子力関係以外の予算は増えたんでしょうか。枝野経産大臣。24年度の電源開発促進勘定における原子力関係予算、以外の経済産業省予算は、対前年比で約461億円の減少となっておりますが、電源種別に分類できないものもあって、正確に算出することはできないわけでありますが、水力、火力など、電源種別に分類できるものだけで言えば、原子力以外では対前年度比で約2億円の減少となっております。舟山康江君。はい。このエネルギーの今後の在り方につきましては、夏頃をめどに、いろんな議論がさらに活発になっていくと思いますけれども、私は現時点におきましても、やはり原子力だけに頼るという方向からは、もう本当に皆さん、多くの皆さんが、その思考はもう変わってきてるんではないかと思うんですね。そういった意味では、24年度予算で、仕分けできないものは除いていると言いながらも、これが減っていると、確かに安全対策に使っているということもあるにしてもですね、原子力の安全対策により多く使ったということがあるにしても、非常に残念な予算編成だなというような印象を持っております。それからもう一度今のパネルに戻らせていただきますけれども、この中でですね、周辺地域整備資金というものがあります。ここ、22年度末残高で1231億円です。これにつきましては、実はこの存在自体がですね、ちょっと、何のためにあるのかなという、ちょっと疑問も持っているところでありまして、これ、平成14年の会計検査院の指摘を受けて、平成15年からできました。検査院の指摘で、このエネルギー、電源外出促進勘定に非常に多くの剰余金があるという指摘を受けて、この周辺整備資金の方に少し積んでいくというような形になりました。そういう形でできたわけであって、本当に必要なのかなという疑問はありますけれども、それはまた、後ほどきちんと指摘をさせていただくにしましても、この、資金ですね、資金残高1231億円につきましては、これ、会計検査院からですね、電力供給計画に示された14基の原子力施設の整備資金にかかる需要額1906億円のうち、これはまず基本的には立地対策に入るんですね。いわゆる電源立地対策、原子力発電施設を受け入れているところに対するお金ですけれども、これはこれから計画しているところもあります。今計画しているのが14基あるんですけれども、なかなかこれうまくいっていない、その計画も進んでいないという中で、具体的に着工済みはたった3基なんですね。その3基分の需要額というのが73億円であって、それ以外は当面いらないんではないかという指摘を受けております。そういう中で、73億円を留保しておけば足りるわけであって、23年度一時補正予算で、促進勘定へ500億円、どうも、繰り入れているようではありますけれども、それを考慮しても、残りの657億円は当面需要が見込まれない、縮減可能な余裕資金であると、そんな指摘を会計検査院から受けているところであります。これを受けて、どのように対処されましたか。枝野経産大臣。昨年10月に会計検査院から受けました随時報告の中の今のご指摘の事項は、まさにごもっともなご指摘だということで、それ真摯に受け止めまして、平成24年度予算案においては、東京電力福島第一原子力発電所の避難道路の整備等のためにですね、49億円取り崩しているところでございます。で、残りについてもですね、これ全体としての今後の原子力政策について、この夏をめどにですね、エネルギー環境会議において、方向性を示すということになっておりますので、その議論の動向を見ながらですね、規模の縮減を図ってまいりたいと。ただ、一気に今使ってしまいますと、ご指摘もいただいている通り、会計検査にご指摘いただいている通り、原発周辺地域における安全対策のための措置等に多額の費用が必要とされることが見込まれていると、まさにその通りでございますので、この見通し、しっかり立ててですね、そこに生かさせていただきたいと思っております。舟山康江君。はい、今後、さまざま検討の中で、そこはしっかりと対応するということでありますけれども、ちょっと冒頭に指摘させていただきましたが、この周辺地域整備資金そのものがですね、本当にいるのかという議論もあるんではないかと思います。もともとなかったんですね。もともと、電源外出促進勘定だったわけですけれども、ちょっとそこで、割と、なんていうんでしょうか、調整弁的にできたようなものでもありますので、この損費そのものも含めてしっかりと検討いただきたいと思います。そしてですね、先ほど少し大島委員の方からも指摘がありました、けれども、電源開発促進勘定からはこの下ですね、地方自治体、これは大体、原子力発電所をの立地自治体ですけれども、地方自治体、それから独立行政法人、公益法人等に多額の支出がなされております。とりわけこれ20年度の数字でありますけれども、地方自治体を除くこの独立行政法人ですとか、民間、それから財団法人、こういったところでですね、自治体も入れてですね、339の団体に3308億円が支出されているという状況であります。原子力研究開発機構におきましては、先ほど、3150万円、これ事業費なら分かりますけれども、会費という名目で支出されているという状況もありまして、こういった使途がですね、きちんと精査されているのか、まさに特別会計で入り口がもう非常に緩いというか、たくさん安定財源が入ってるから、なんか出口も非常にこの縛りが緩いんではないかという、そういう疑念が多く持たれておりますし、私もその思いは非常に強く持っております。まあ、ここの使途が精査されているのかというところなんですね。例えば、広報だけで見ましても、細目は8つにわたっておりまして、28億円ですね、これ23年度の数字ですけれども、総計28億円を超える広報費が支出されております。またこの他にですね、後で触れますけれども、原子力発電環境整備機構、これ、最終処分をする団体ですけれども、ここからも別途26億円の広報費が計上されております。まあ、この広報費につきましても、本当は自然エネルギーの、教育に使いたいんだけれども、原子力に限定されているとか、いろいろ言われておりますけれども、こういったところの、使途を見直す、その、検討の方向をぜひ教えていただきたいと思います。枝野経産大臣。ご指摘の電源開発促進勘定の予算はですね、従来の財務当局の査定に加えてですね、行政刷新会議における事業仕分け、そしてそれをすべての事業において、詳細を把握をして広報すると、それをチェックするという行政事業レビューを実施することによってですね、支出先の把握、公表、事業内容の効果の点検等の精査を行い、また執行の際も原則的に一般競争入札または企画競争ということで、透明性を高める努力をしてきているところでございます。この中には当然、独立行政法人への交付金についてもその対象であると考えております。特に、ご指摘の広報事業については、昨年の3月11日の事項を踏まえて、その必要性というかですね、大きく変わっております。例えば従来予算を組んでおりました原子力発電所等立地広報事業、つまり原子力発電所の必要性や安全性を広報する事業については、昨年は5億円弱計上しておりましたが、今年はゼロにしております。まあ、一方で、エネルギーの特に事故の関連、影響の関連等についての周知については必要でございますので、今のようなプロセスを含め、しっかりと精査をした上で、支出をしておりますが、今後中期的にはですね、非常に、事業が細かくいろんなところに分かれて発注といいますか、事業費がついているという分かりにくさが、結果的にチェックが及んでいないんではないかということにつながっていくというふうに思っておりますので、こうした制度そのものを含めてですね、見直してまいりたい。当然のことながら全体の予算としてはですね、自然エネルギーの普及等について力を入れていく必要があるというふうに思っております。舟山康江君。はい。お手元の配布資料を見ていただきたいと思います。これは、電気ご使用料のお知らせという、大体毎月、各ご家庭に、お知らせが行く、これ、東京電力のお知らせの紙でありますけれども、今日は、東京電力の西澤社長においでいただいております。この電気ご使用料のお知らせの中に、太陽光促進賦課金というものが入っていまして、あ、なるほど、私たちの払っている電気料金からこういったところにも使われているんだなということはよくわかると思っています。一方で、今のこの電源開発促進税、まあ、108円程度払っているわけでありますけれども、それについては何も書いていないんですね。まあ、非常に見えにくいからこそ、よく、まあ、使われ方も少し、ちょっと、なんていうんですか、チェックが甘いんではないかという声もありますけれども、これにつきまして、東京電力さんの方では、なぜこれ太陽光だけが書いてるんでしょうか。そういった電源開発促進税などについても、やはり、国民にこういうものもあるんだということを知らせる必要があるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。東京電力株式会社取締役社長、西澤俊雄君。先生のご質問にお答えいたします。現在の電気料金は基本的に基本料金、それから、お使いいただいた電力量に払っていただきます電力量の料金、それから燃料費の調整額、そして先生ご指摘の太陽光発電の促進の賦課金という形で構成させておりまして、その内訳を検針票でお客様にお知らせしてございます。で他方先生ご指摘の、いわゆる電源開発促進税の税とか、あと、再処理等の引き当て金等の、引き当て等の、あれもあると思いますけれども、この賄われる費用につきましては、先ほど言いましたように、基本料金からいくら、電力料金からいくらという形で、結びつけるというか、紐付けるのは非常に難しいということがございます。で、このお客様にとって、おのおの、契約しているレベルも違いますし、ご使用量も違うという形で、それを内訳を示すのは非常に困難であるということでご理解いただければと思います。なお、全体でこの、電速税がどのくらいか、それから、例えば最終の引き当て金がどのくらいの費用の内訳になっているかというのは、有価証券報告書では全体の額としてこの程度になってますよということは、費用の内訳としてお示しはしてございます。以上でございます。村山康江君。一般の国民は有価証券報告書なんかは見ないと思うんですね。これを見て、なるほど、太陽光促進に私の電気料金も貢献してるんだということは思いますけれども、おそらく今回の原発事故、不幸な原発事故を経験する前までは、私を含めて多くの皆さんは自分の電気料金からまさか原発促進のための、その電源開発促進税が取られていることとか、再処理の費用、最終処分の費用が取られていることというのはほとんど意識してないと思うんですね。やはりそれはきちんと、正確になんていうんですか、今、基本料金とか、重化料金とか言われましたけども、そこからどうこうではなくて、やはりそういったものも含まれていますということは、ぜひ書いていただきたいと思っております。総理、今の特会の形ではですね、やはり全体的にこれ、特別会計に関して、特にこの電源開発促進税に限っても、やはりその実感が湧きにくい、全体のお金の流れも非常に不透明だと思います。これをもっと整理しないと、新たなこの戦略ですね、新たな戦略にもつながっていかないと思いますんで、ぜひ、この、特別会計の見直しについて、総理のご決意をお願いしたいと思います。野田内閣総理大臣。ちょうど特別会計改革について今日閣議決定をしたんですけれども、これ全体的な改革であります。17ある特別会計を11に減らしていくということ。で、勘定を、今大体51ぐらいやったのを、52でしたかね、26にしていくという、約半減にしていく。等々の改革をやっていきたいと思いますが、今ずっとご指摘いただいているエネルギー特会についてはですね、私ども野党の時、相当さっきご指摘いただいた広報など、いろんな精緻な調査を踏まえて提案をしたんですね。例えば、マスコミ対策用のマニュアル本が何十万もしてたとか、あるいは原子力の安全 PR するためのパンフレットが12、3ページのものが満単位だったとか、相当やってきたんです。で、ずっと今ご指摘いただきましたけれども、さらに、やっぱりこのエネルギー対策特別会計については、これは特会改革の基本方針にも書いてございますが、区分経理の必要性については、社会経済情勢等の変化を踏まえ、その必要性につき、絶えず見直し、検証を行っていくべき、当然のことながら、その対象になると思いますし、透明度を増すということは、非常に大切な視点だというふうに思います。舟山康江君。はい。総理の今のお話の通り、相当、縮減しているところもあると思います。ただ、やっぱり一般会計に比べて、非常に硬直的な部分もまだ残っています。広報の中でも、毎年同じ金額がついているものがたくさんあります。やはりここは、本当にさらにしっかりと、精査をしていく。そして改革を進めていく。場合によってはさっき言いましたけれども、一般会計って、本当にダメなのかというところも含めて抜本的な見直しをしていただきたいと、総理のリーダーシップに期待したいと思っております。それでは次にですね、原発のこの再処理等に関する国民負担について、指摘をさせていただきたいと思います。今のお話の中でも少し触れさせていただきましたが、この電力料金の中からはですね、電源開発促進税とは全く別です。これは積立金ですので別ですけれども、これ、再処理に関しまして、1家庭平均月66円、それから最終処分につきましては、1家庭平均22円、毎月払う中で、それこそ再処理と最終処分のためにお金が積まれております。これは原子力環境整備促進資金管理センターというところにそれぞれ積まれていますけれども、22年度末の積立金残高を見ますと相当な金額になっています。合計で3兆円を超える大きな金額になっておりまして、これ再処理については日本原燃を中心として再処理事業に使われると。で、もう一つ、最終処分はこの NUMO といわれる原子力発電環境整備機構が使うことになっております。やはりこの原発事故を契機にですね、改めて使用済み燃料の再処理、中間貯蔵、最終処分、いわゆるバックエンド問題について、やはり従来方針を単純に追認するところは本当にいいのか、本当に核燃料サイクル事業というものが、これから進めることができるのかということは、本当に大きな、もうこれはもう国民を挙げた大きな議論をしていかなければいけないところだと思っております。そもそもバックエンド問題というのは、もう原発推進の方も、反対の方も、反対といっても今、間違いなく使用済み燃料があるわけでありまして、それをどう処理していくのか、どう最終的に処分するのかと、これには目をつぶることができません。そういった意味におきましては、私はこの最終処分について、やはり一定の、今から将来世代にだけに負担を押し付けるんではなくて、今から積み立てをするということの必要性は十分認識しておりますけれども、一方で本当に今の核燃料サイクル事業が本当に持つんだろうかということは、もうぜひ、政府を挙げて議論していただきたいと思いますし、私たち国会議員も本当に真剣に議論していかなければいけないのかなと思っております。ちょっと今日は時間がありませんので、この中で最終処分積立金の方に着目をしていきたいと思います。これは、キロワットアワーあたり7銭、これ、先ほど言いました22円ですけれども、これ、いずれ必要な経費であるということは先ほど申しましたとおり理解しております。しかし、今実際に最終処分地は決まっておりませんし、まだ最終処分は始まっていない。この段階で、この原子力発電環境整備機構の事業費に、毎年5、60億円程度、積立金から取り崩されて、事業が行われております。現在はどのようなところに使っているんでしょうか。枝野経産大臣。最終処分時決まっておりませんから、そのことに対する直接の支出はないわけでありますが、最終処分に向けたですね、調査検討等についての一定の経費がかかるということでございまして、そうしたことに支出されているという状況でございます。舟山康江君。ちょっと非常に分かりにくかったんでありますけれども、この中で、毎年50億円超60億円程度の事業費の中でですね、技術開発費というところに約10億円使われておりまして、あとはですね、人件費に12億4100万、広報活動費が先ほどちょっと指摘しましたけど、26億円ですね。これ、地層処分に関しましては、先ほどのエネルギー特別会計の方から、平成10年から毎年、地層処分技術調査等委託費ということで、原子力研究機構さんとかですね、に支出されて、34億円程度、ネトフから支出されております。この他に、このNUMOが独自にやっている技術開発費約10億円、何に使っているのかというところが非常によくわかりませんけれども、大臣、これ、具体的にもう少しわかるでしょうか。枝野経産大臣。これについてはですね、処分施設建設地の選定に必要な技術の整備を行うとともに、長期にわたる地層処分事業を的確かつ効率的に推進するために必要な技術の開発ということで、例として設計施工技術の体系的な整備と技術オプションの整備、様々な設計オプション、例えば排気体の置き方などについて想定した評価技術の整備等に使われていると承知しております。舟山康江君。全く必要ないとは言いませんけれども、そういった事業に、その置き方の調査というところにですね、10億円というのはちょっと、なかなか理解できないのかなと思っています。やはり特別会計、歳入があるから支出が少しチェックが甘いという指摘をさせていただきましたが、これも間違いなくここに積立金が積み立ててあると。で、そこから、自由にとチェックは当然ありますけれども、そこから取り崩して事業費に充てられるというところで、やはり少しチェックが甘いんではないかと思います。で、人件費で12億4100万円と申しましたけれども、ここの入門にはですね、役職員を入れて、3人の非常勤職員を入れて84人の方がここで働いておられます。単純に84人でこれを割りますと、1人当たり1477万円です。非常勤職員、非常勤理事を入れて、約1500万円というのは、非常に高額、普通の感覚からするとちょっと人件費が高いんではないかと思っておりまして、広報活動費の26億円も、やはり、おそらく多分ね、財務大臣うなずいていらっしゃいますけれども、相当普通、一般の感覚からすると、ちょっとなぜこんなにいるんだろうというふうになると思います。ここは、やはり改めて、しっかりと、ここについてもですね、その、精査をするということをお願いしたいと思いますけれども、枝野大臣いかがでしょうか。枝野経産大臣。ご指摘の通り、この入門の人件費についてはですね、多すぎるのではないかという指摘を踏まえて精査をいたしたいと思っております。従来はですね、電力会社との交流人事が多いということで、電力会社を参考に給与体系を決定していると聞いておりますが、そもそもその電力会社の給料そのものがですね、少なくとも、これ民間企業でありますが、原価、規制料金の原価についてどこまで入れていいのかということは、これは、経済産業省で規制できますので、有識者会議において検討をいただいているところでもございます。この検討状況も踏まえながら精査をさせていただきたいと思っております。それから、広報費でございますが、従来様々なことをしていたようでございますが、平成23年度、しっかりと、予算後にですね、具体的な広報活動については 3.11 受けて状況違っているということを踏まえた対応をさせているところでございまして、従来のマスメディア等を使った広告についてはキャンセルをさせて、キャンセル費等が具体的に支出をされているものの大部分になるという状況にしております。今後についてもですね、状況、まさに変化をしておりますので、しっかりと、チェックをしてまいりたいと思っております。舟山康江君。はい、ぜひよろしくお願いします。続きまして、エネルギー特別会計のもう一つのお財布である、エネルギー需給勘定について、見ていきたいと思います。石油石炭税を財源とするエネルギー需給勘定ですけれども、こちらも多額の一般会計留保分が、存在しております。目的税である以上、必要額のみを徴収すべきという声もあると思いますけれども、それは、今日は置いておきます。それにしましても、22年度決算では、一般会計留保分を除いた需給勘定そのものを見ても、翌年度に428億円繰り越したほか、1417億円もの巨額の不用額が発生しています。それ以前も毎年多額の剰余金が発生しています。これに加えまして、今、審議中でありますけれども、租税特別措置法等の一部改正案におきまして、地球温暖化対策のための税として、石油石炭税の税率上乗せを措置するということとなっています。この、温帯税上乗せによりまして、初年度で391億円、平年度でだいたい2500億円程度の増収を見込んでいると、そういったことでありますけれども、これ一般会計で石油石炭税の一部を留保したり、不用額を、発生させたりしながら、新たに温帯税を上乗せすることをどのように説明するんでしょうか。そしてまた、エネルギー特別会計で扱う必要性はどこにあるんでしょうか。環境大臣にお願いしたいと思います。細野環境大臣。まず、環境税、温暖化対策税というものを、なぜ、この特別会計でということでございますけれども、これは、石油石炭税にですね、実質的に上乗せをお願いをするという形で導入することになりました。で、なぜ石油石炭税なのかというところですが、様々な、CO2 を削減するですね、エネルギー源というのはあるわけですが、基本的に一番根っこのところで関わってくるのが、これが石油石炭税ということでございます。で、その先に、電源、いわゆる発電もあれば、軽油とかですね、ガソリンとかいうこともきますので、それ全体に、できるだけ薄く、そして、幅広くですね、載せさせていただきたいということで、こういう形を取らせていただいているというところでございます。で、付与額があるのになぜ税を取るのかというところでございますけれども、この付与額というのはですね、一般会計にはないわけです。特別会計だから付与額があって住み越せるという。これは制度の一つの私はですね、なんて言いますか、問題として従来から指摘をされてきたところで、私も野党時代何度もですね、そのことを指摘をいたしました。で、枝野大臣からも先ほど、さらには総理からも先ほどいろいろ答弁ありましたけれども、やはりエネルギー特会自体のあり方はですね、常にやはり見直していかなければならないというふうに思っておりまして、私に関するところで言うと、例えば、安全規制対策などはこれまで非常におろそかになってまいりました。新たな目的として明確に位置づけて、そこに支出をするというようなこともやっていかなければならないというふうに思っています。ですから、付与額がなぜ立ってきたのか、果たしてそれが適切なのかということも含めてですね、普段の見直しをする中で減らしていくということが重要であると考えております。で、話ちょっとすみません、前後してしまいましたけれども、温室効果ガスに関する温暖化対策税については、ある程度の負担をお願いすることで、できるだけエネルギーの支出を抑えたいと、量を減らしたいと。そして出てきたものについては、できるだけ、有効にですね、温暖化対策に資するような形で使わせていただきたいということで、ぜひご理解をいただきたいと考えております。舟山康江君。ありがとうございました。私は温暖化対策の必要性はもう十分認識しておりますし、こういった税が必要だということも、私は、推進したいと思っていますけれども、逆にですね、そのエネルギー、この石油石炭税の上乗せというところになりますと、このエネルギー需給環境に入って、それこそ燃料安定供給対策とエネルギー需給構造高度化対策と両方ある。こういう中で、本当に温暖化対策に使われるという担保がどこにあるのか、使うことがきちんと保障されるのかというところが非常に弱いんじゃないかと思うんですね。別枠にするなり別のことを考えていかないと、石油石炭税の特例では非常に弱いんじゃないかという、そういう問題意識で質問をさせていただきました。実際に今年の予算案を見ますと、エネルギー需給環境のうち、いわゆるその燃料安定供給対策ですね、これは温暖化対策とは関係ない、その安定的な石油の購入とかそういった方ですけれども、そちらの方の予算が 7.5% の増額となっている一方で、温暖化対策を含む方の、この需給高度化対策の方は逆に 8.7% の減少になっています。こういったところを見ても、やはり本当にこれが温暖化対策に使えるのかということがきちんと担保されるような手立てをぜひお願いしたいと思います。それとですね、温暖化対策というのは、私は排出抑制と、もう一つ吸収促進、吸収減対策と、両面で達成できるものではないかと思っているんですね。現に、京都議定書の第一約束期間におきましては、6% 削減約束のうち 3.8% は森林吸収源の確保によるものなんです。そういう意味では、この、温暖化対策税の使途に森林吸収源対策を位置づけるべきだと考えておりますけれども、これは大きな決断ですので、総理、ぜひ、決断をいただきたいと思います。野田内閣総理大臣。温帯税についてはもう十分ご理解いただいていると思いますが、その上での、森林吸収財源、森林吸収減対策についてでありますけれども、これについては平成24年度の税制改正大綱が、記述をしておりまして、これを踏まえて対応したいと思うんですけれども、平成25年以降の地球温暖化対策の国内対策策定に向けて検討する中で、国全体としての財源確保を引き続き検討していくと。こういう扱いの中で、議論をしていきたいというふうに思います。舟山康江君。ぜひですね、総理もここは決断していただきたいと思うんですね。非常に曖昧なんですよ、まだ今の位置づけでは。で、先ほど申しましたけれども、排出抑制と吸収促進、吸収減対策、これがセットで初めて私は、温暖化防止、温室効果ガスの排出抑制に結びついていくんだと思っています。ここで森林吸収減対策を位置づけないということは、私は理屈が通らないと思っておりますので、ぜひ総理、よろしくお願いします。それとですね、政策目的がエネルギー由来 CO2 削減であることから、今これ、使途が経済産業省と環境省に限定されています。例えば農林水産省の様々な再生可能エネルギーにはこの予算は使えないことになっております。まあ今年は、運用の中で、環境省の予算の一部が少し広がったというふうには聞いておりますけれども、これは法律で法律で、使途が限定されているような状況ですので、ぜひ、これは特別会計に関する法律改正を早急に行っていただきたいと思いますけれども、財務大臣、いかがでしょうか。安住財務大臣。まあ、ご指摘は積積税を経産省と環境省以外の役所でも使えるようにしたらどうかということなんですね。で、25年度の予算の概算要求前に、再生可能エネルギーの促進普及のための新規事業などの事業選定を検討するですね、関係省庁の会議を政務レベルで開催することを、枝野大臣のところで中心としてですね、それをやろうじゃないかということで検討開始したところであると聞いておりますので、ご趣旨は十分私も分かっているつもりでございますが、まあ、法律改正でやるというのもありますけども、省庁間で、関係省庁間でまず検討していっていただくことになるというふうに思います。船山康江君。はい。だって法律にですね、特別会計の法律に使える省庁がその2省しか書いてないんですよ。だからここを変えていただかないと本当に抜本的な改善にはならないと思いますんで、ぜひ、その省庁間の話し合いとか、措置を取るとかではなくて、法律改正で対応いただきたいと思います。最後に、原発事故を受けたこの損害賠償に関しまして質問させていただきたいと思います。原発事故による原子力損害の賠償につきましては、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針にその基準が示されております。まあ、この中で、風評被害についても規定をされているところでありますけれども、この風評被害のところでですね、一般的な基準としては、消費者または取引先が商品またはサービスについて、本件事故による放射性物質による汚染の危険性を懸念し、敬遠したくなる心理が平均的、一般的な人を基準として合理性を有していると認められる場合とありますけれども、ちょっと私、難しくて解釈がよくわかりません。どのように解釈すればいいんでしょうか。実際には被害がないんだけれども、危険はないんだけれども、消費者とかが、その危険性を心配して、その商品は買わないとか、そこには行かないということは、これに含まれるんでしょうか。平野文科大臣。議員からの風評被害と、こういうことでございます。特に中間指針におきまして、本件の事故と、まあ、相当な因果関係と、これまた非常に法律的な、言葉でございますが、認められる場合には、一般的基準として、今、委員ご指摘の消費者、取引先が商品またはサービスにおいて、放射性物質による汚染の危険性を懸念し、敬遠したくなる心理、平均的、一般的な人を基準として、合理性を有すると、こういう非常にまあ、分かりにくいところでございますが、賠償の私は対象になると、このように思っております。中間指針の考え方については、相当因果関係、これも法律用語的な言葉でございますが、特に現場法、紛争審査会等々におきましては、被害者の立場に立っての考え方で、公平客観的に対応していくものと思っておりますので、よろしくご理解ください。船山康江君。はい、今の大臣のご答弁は非常に重要で、非常に重いと思っています。実際に、放射性物質の影響があるないにかかわらず、そういう行動を取る場合には、それは該当し得ると。そして、しかも、被害者の立場に立った方向でしっかりと賠償の検討をすべきだという、その2点は非常に重いと思っています。パネルをご覧いただきたいと思います。これは、原子力損害賠償紛争審査会第10回で配布された資料からの抜粋であります。観光分野における専門委員会報告として提出されたものですけれども、このうち、この問い1ですね、上、原発事故の影響でキャンセルが相次いだが、その影響はどの範囲か。問い2、放射能の影響を懸念し、旅行先としたくない地域はどこか。について、結果を示したものであります。で、この解説もありまして、この解説によりますと、自己発生圏を中心に近隣の地域にも広く及んでいる。放射能の影響を懸念し、広く東日本エリア全体が旅行先地域として回避される傾向があると、ような注意書きがされております。観光業の風評被害につきましては、中間指針では、福島県のほか、茨城、栃木、群馬、その4県ですね、4県についてのみ、相当因果関係のある損害と認めていますけれども、なぜこの4県に限定しているんでしょうか。平野文科大臣。4県になぜ、限定をしているのか、こういうことでございますが、特に観光業の風評被害と、こういうことにつきましては、自己発生圏である福島県と地理的に隣接性があるということ、事故後に審査会の専門員によって行われた旅行者の、意識に関わる調査結果、さらには、農林水産物の出荷制限等がどういう状況になっているかということを総合的に勘案し、全県としての事故との相当因果関係と認められる県として、先ほど委員ご指摘の、福島県、茨城県、栃木県および群馬県を明示したところでございます。舟山康江君。はい。このパネルをご覧いただきますと、例えば、群馬県、この赤い棒のところが、認められている4県ですけれども、この群馬県よりも、例えば山形県はですね、その、意識もそうですし、旅行先としたくないというところでも、両方、そこよりも上回ってるんですね。そういう中で、宮城、岩手は直接の被災県ですけれども、被災県以外で、東北全体が非常に高い数値になっております。で、お手元に、表を用意させていただきました。こちらにつきましても、この紛争処理審査会に提出された資料でありますけれども、これをご覧いただきますとですね、秋田県、山形県、青森県、やはり東北のその直接の被災地以外の東北各県が、軒並み大きな売上減少になっています。これは10年と比較しても、その前の年のと比較しても、大きな下落となっておりまして、おそらくこれは、相当因果関係があるんではないかと思っています。で、先ほどなぜ4件かというところに、実際に、農産物の出荷制限が行われたところと言いましたけれども、それは風評ではなくて、実際に被害があったところであって、風評というのは、被害がないけれども気分で回避するというところであります。例えば、未だに宮城県の野菜などは、本当に残念ながら、何の数値も出てないのに、ほとんど売れていない。非常に価格が安いという状況で、それこそが風評なわけなんですね。こういうところを認めていかないと、本当にこの、実態と非常にずれているんではないかと思っています。そういう中で、中間指針は一つの指針でありますけれども、今、大臣からもありました、放射性物質が飛散していないのに、不安心理で敬遠することがまさしく風評被害だというふうに思っております。東京電力はどのような基準で賠償の範囲を決めているんでしょうか。東京電力取締役社長、西澤俊夫君。お答えいたします。今、大臣からお話ありました、紛争審査会の指針に基づいて、支払いを定めてございます。ただ先ほど観光業の件がございましたけれども、もちろん指針にないいろいろご事情があって、いろいろご相談も受けてお話をさせていただいております。例えば米沢の場合はですね、非常に会津の方と観光圏が一体という形でお話し合いをずっとさせていただいておりまして、現在米沢についてはその風評被害があるという形で認めさせていただいておりますし、あと千葉県の方の太平洋側の地域も、茨城に近いということで、これも具体的にお話をさせていただいて、風評被害があるという形でさせていただいております。いずれにしても個別にいろいろご相談いただいておりますのは、いろいろ話し合いをさせていただいてですね、先ほど大臣からもお話ありましたけれども、相当の因果関係あることについてはきちっと賠償という形でさせていただこうと思っております。舟山康江君。はい。山形について言いますと、米沢だけじゃないんです。米沢よりもむしろ離れているところで非常に売り上げが落ち込んでいる地域がたくさんあります。で、今、お手元の表でもそうですけれども、グラフでもそうですけれども、秋田県はもっとひどい状況であります。こういう状況の中で実際に今そういった請求をしている人の話を聞きますと、非常にハードルが高い。立証責任を自分が負わなければいけない。中小の小さいその人たち、規模の人たちが自分で立証しなければ認めてもらえないっていうんですね。で、これは、中間指針、第23回、先月開かれました23回の紛争審査会におきましても、指針に書かれていないから払わないという対応とか、指針を狭く解釈しようというような主張が見られるなど、東京電力の改善が不十分だという報告がありました。そういう中で、これ、中間指針がですね、中間指針に先ほどの例えば4件しか書いていない。農産物については実際に出荷制限の課された地域しか書いていないという状況の中で、中間指針がむしろ足かせになっているという声もありますので、ぜひ大臣、中間指針をしっかりと見直す、適時適切に見直していく。福島県においても自主避難が、県南には適用されてないというところで非常に困っているという声も聞いています。農産物もそうです。ぜひ中間指針を現状に合わせてしっかりと見直していく。できるだけ被害者に寄り添った形で見直していくということをぜひここで、明言いただきたいと思います。平野文科大臣、簡潔に答弁をお願いいたします。少し議員に、人足らずなところがあったと思いますが、出荷制限が行われているからということで、そのことで言ってるわけじゃなくて、出荷制限が行われているから、そういうところに行くことをやめようかなという、そういう心理的な要因という、こういう意味で私、申し上げたところであります。で、今、指針を見直せと、こういうことでございますが、先ほど、東電の、社長からもお話ありましたが、私どもは、やっぱり、観光業の風評被害というのは、あることはもう私も認識をいたしておりますので、指針の見直し云々ということよりも、しっかりとそういう方々に対して、被害があるということを含めて対峙したいと思ってますし、文科省としても、東電にもきつく、そういう趣旨で、お願いをいたしているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。はい、舟山君。はい、以上で終わりますけれども、ぜひ総理も含めて、これ、指針があるから、指針に書いていないからということが随分現状に起きてるんです。ぜひ指針の見直し、総理も含めて前向きに検討いただきたい。このことを最後にお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。